サンバラを聞こう。みなさんこんにちは、アニュアンセヨ、ふうかです。さて今回はですね、ドラマ秋の童話の OST の中から2曲をメドレーにして歌います。まずですね、秋の童話どんな話だったかということを簡単にお話ししようかなと思いますが、韓国での放送は2000年でした。現代はカウル童話。これね、日本語と全く同じ意味で秋の童話っていう意味ですね。で、韓国では最高視聴率なんと 42% を超える大ヒットドラマだったそうです。日本での放送は2002年から2003年あたりだったようで、私もね、地上波で見てた記憶があります。普通にテレビで見ていました。主演はソン・スンホンさん、ソン・ヘギョさん、ウォン・ビンさんと、この3人が中心人物なんですが、当時若手俳優だったこのお三方、皆さんね、このドラマが出世作になったようです。で、私が初めて見た韓国ドラマ、この秋の童話だったんですけど、まず主演俳優のソン・スンホンさんの顔面の美しさ、男性ですよ、ソン・スンホンさんね、本当に綺麗な顔してるなと思って、すごい衝撃を受けたんですよね。でそもそも韓国の芸能人の方の顔って、ほとんどこのドラマが日本に入ってくるまで私は見たことがなかったんですが、こうキリッとした眉毛に、また切れ長の目なんですよね。シュッと切れ長の目にこう涙が溜まってほろりってこう流れる様子とかですね、もう美しいの極みでしたよね。世の中にこんなに美しい人間がいるんかと衝撃を受けたのが、このソン・スンホンさんでございました。ソン・スンホンさんはなんかね、カフェでアルバイトしてる途中にスカウトされたそうなんですけど、そりゃなんかこんな人がカフェにいたら大変やろと思いますよね。もう事件やと思いますね。当然スカウトされると思いますよね。で、ヒロインはね、ソン・ヘギョさんで、もう一人そのヒロインを取り合うイケメン御曹司の役っていうのがウォン・ビンさんなんですけど、このウォン・ビンさんは結構日本でも活動されていたので、ご存知の方も多いかもしれないですね。当時日韓共作ドラマって言って、フレンズという作品で深田恭子さんと共演されたりされていました。さてここからドラマの内容を少し紹介しますが、これからねドラマをご覧になるっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、もう触りの部分だけちょっと紹介することにいたします。まずですね、ソン・スンホンさん演じるジュンソとソン・ヘギョさん演じるウンソは仲良しのね兄弟として育ちます。この2人が中心的なカップルになってくるんですけれども、元はねお兄さんと妹の関係です。なんだけど実はね、お互い胸に秘めた初恋なんですよね。で、ジュンソとウンソはお家も裕福で優しい両親のもと、とっても幸せに暮らしているんですけど、中学生の時に妹のウンソが交通事故に遭って、でそれで病院に運ばれるんですけど、そこでね、実はね両親からは生まれない血液型だったっていうことが判明するんですよ。でも、私はまあこれを見た時点で、両親は A 型 B 型のカップルではなかったんだろうなと思うわけですよ。血液型ってこう遺伝子で決まるんですけど、例えば AO と BO のカップルの場合は全血液型生まれちゃうんでね。だから例えば両親が O 型同士なのに A 型だったとかなると、あ、ちょっとおかしいなということになるんですけど、まあ実際にドラマでは血液型が何だったかまでは描かれてはいないです。あ、でそれで実はその赤ちゃんが生まれた段階で産院で取り違えられたっていうことが判明するんですよ。で、これがなんかね、名札が落ちて入れ替わっちゃうみたいな理由だったと思うんですが、ちょっとなんか個人識別の体制がね、これ現代の病院であったら結構大変なことですからね、取り違えっていうのはね。今はね、赤ちゃんの場合はこう足にこうプラスチックのリングみたいなのをつけて、そこにこうネームタグ的なの取れないようにね、つけて個人識別っていうのは何重もの体制で行うようになってます。当時はね、そういうシステムがなかったのかもしれないですね。で、まあドラマですからね、こういう設定っていうことですよ。で、この設定が、言うたら前回で言った出生の秘密なんですよね。
で、そういえばすでにもう交通事故も起きてますね。だからまあこうやってね、韓国ドラマの要素を積み上げていくということですよ。そしてまあね、いろいろ紆余曲折あるんですけれども、結局この娘たちは本来のお家に戻ることになるんです。もう取り違えられてた方のお家に戻ると。でそもそも実はこれが結構驚いて、だって中学生までって言ったらもう12、3年一緒に暮らしてきて育ててるのに取り替えるのってなるわけですよ。でまあこのドラマをね、私は自分の母と一緒に見てたんですけど、この母親がね、なんで元の家に戻したのみたいな。でこれはもう親がそんなことは黙っといて、子供たちは成人するまでもうそれを言わずにね、幸せに育てあげなきゃいけないんだよっていうことをね、なんか毎回言ってたんですけど、でもお母さんそれだとドラマ3話で終わっちゃうんですよっていう、そこがね転機になってこう紆余曲折が始まるんで、もう話が成り立たんがなっていうことをねいつも話してましたね。でそれでウンソは生まれたお家は裕福な家だったんですけど、これがね貧乏なお家に行くんですよ。で、まあ、元いた家族、その裕福だった家族はもうそのことが心の傷になってか渡米してしまうんですね。アメリカに行っちゃうんです。でそのアメリカに行く日に家族が乗った車をこう走って走ってウンソが追いかけるんですよ。でその車がねトンネルにスーッと入っていくところで諦めて、おっぱってお兄ちゃんって意味ですね、おっぱって言いながらこう涙ポロポロポロって流すシーンがこの超絶切なくて、でそこを演じているのが子役時代のねムングニョンさんなんです。でムングニョンさんも今は大人になって、でまた演技派女優として活躍されておりますけど、この子役時代のムングニョンちゃんの演技が素晴らしくて、国民の妹というふうにですね呼ばれたそうですよ。この切なさに全館が泣いた、全米が泣いたみたいなやつですけどね。そういうのかは知らないですけど。でまあそれで時は経ち、大人になってから再会するんですよ。でもお兄さんのジュンソさんにはもうすでに婚約者がいたりとか、もともとね兄弟として育っていた2人だから、こう周囲の人とか両親の葛藤とかもあって、なかなかねこれが障壁の多い愛なんですね。で大人になってからのシーンでウォンビンさんは出てくるんですけど、ウォンビンさんが演じる恋敵のテソクさんはですね、財閥の御曹司でちょっと問題児っていう設定なんです。ここで出ましたね、これ財閥ですよ。でしかもジュンソとはこのアメリカで出会った親友友人っていう設定で、この友情と愛情がもつれていく、辛いっていうドラマです。まあ、そんなねこれ触りだけの話なんですけども、本当私も秋の童話を語り始めたらちょっと何時間かかるかわからないっていう感じなんでね、この辺で、あらすじはやめておきますが、それで OST の話です。今日歌う歌の話に入っていきますね。今回歌った曲はですね、オープニング曲のリーズンという曲と、挿入歌の祈祷祈りという題名の曲でございます。題名を聞いてもあまりピンとこないかもしれないんですが、ドラマを見ておられた方はですね、多分リーズンのピアノイントロで、ああこの曲だったって懐かしくなると思います。どちらの曲もアーティスト名はチョン・ギリョンさんとなってるんですけれども、リーズンの方はなんか女性ボーカルみたいな感じがしますね。でこの曲もおそらくこのドラマのために書き下ろされた楽曲だと思うんですが、リーズンの方はジュンソ、お兄ちゃんの方の心、軌道は、テソクですね、恋敵の御曹司の方の心を歌っているように思います。では少しね歌詞紹介に行きたいと思います。まずリーズンの方の A メロ、ネゲティドラソジマラよ、僕に振り返らないでください、ナエドノロボアよ、僕の目を見てください、オンセサンハヤトンクテー約束いじょんなよ、全世界白かったあの時の約束を忘れたの、という歌詞から始まるんですけど、あの音声さんが流行っとんですね、全世界が白かったっていうのはやっぱり子供時代一緒に育ってきたあの幼かった日々の約束を忘れたんですかっていう、そういう意味が込められてるのかなと思います。でね、サビの歌詞がすごい切ないんで紹介したいんですけれども、내게서그대는사라져선안되는빛이었음을아나요、僕から君は消えてはいけない光だったことを知っているの、
ですよ。切ないですね。그대가떠나면나의모든세상도사라진다는걸잊지는말아요。君が離れたら僕のすべての世界も消えるんだっていうことを忘れはしないで。まあ、切実ですよね。まあ、この純素さんね、あの、わりかし穏やかな性格として描かれてるんですけど、結構胸に秘めてるものはね、熱い人だと思いますね。で、最後。숨을쉬고싶어요。그대사랑안에서。息をしたいよ。君の愛の中で。はあ、切ないっすね、これね。いや、もうドラマを見ると、本当に、まあ、この心情がよくわかりますので、ぜひね、見てください、皆さんね。で、次の曲、祈祷祈りという曲の方の歌詞を紹介します。まず、A メロの歌詞です。혹시나를떠나려는그대마음이。もしかして、僕から去ろうとする君の心が、힘든나를위해서、그런이유인가요?辛い僕のため、そんな理由なのかい?ということですね。ちょっとこうね、音像詞感出てますよね。なんか、自分に自信がある感じから始まります。하루만큼멀어져도괜찮아요。一日くらい遠ざかっても大丈夫だよ。그대어디있어도사랑인걸믿어요。君がどこにいても愛なんだと信じるよ。ってね、この사랑인걸믿어요。愛なんだと信じるよっていうことなんですが、この사랑にはですね、恋人とかそういう意味も含まれるみたいですね。だから自分たちが愛し合ってるんだって信じてるよという意味です。そしてサビの歌詞ですね。언제까지슬픈운명우리를갈라놓아도。いつまで悲しい運命が僕たちを引き離しても。또다시그대마음을울리지는않을거예요。二度と君の心を泣かせたりしないよ。ですね。かっこいいですね。어떤것도나의그대를대신할수없기에。どんなものも君の代わりにはできないっていう、ここいいですね、かっこいいですね。대신날수없기에。君の代わりになるものなんかないんだっていうことですね。이제는그대보다소중한건내게없단걸아나요。今は君より大切なものなど僕にはないってこと知ってるんだろうか。ね、僕の気持ちを分かってるんですかということを歌っております。ではこの秋の童話メドレー聞いていただきましょう。リーズンからの木戸です。숨을쉬고싶어요。
나를 보던 그대 눈빛 작은 그대 어깨 조차도 안아줄 수 없던 내가 싫었죠. 언제까지 슬픈 운명을 늘 갈라놓아도 또다시 그대 맘을 흐리지는 않을 거예요. 어떤 것도 나의 그댈 대신할 수 없기에 이제는 그대보다 소중한 건 내게 없단 걸 알아. 언제까지나 여기 있어요. 작은 손길 닿는 곳에 그대 사랑이 날 불어줘 그대 곁으로. 오, 언제까지 슬픈 운명을 늘 갈라놓아도 또다시 그대 맘을 흘리지는 않을 거예요. 어떤 것도 나의 그댈 대신할 수 없기에 이제는 그대보다 소중한 건 내게 없단 걸 알아요. はい、いかがでしたでしょうか。本当に懐かしの名曲でございました。まあ私はね、この歌を歌えることが本当に嬉しくて、どちらもこう切ない曲なんですけど、なんか歌いながらねニヤニヤしてしまいましたね。で、 YouTube の動画を編集していたら、こう歌ってるねメロディーのシーンではなんかこう曲に浸ってる風になってるんですけど、感想部分でね明らかにニヤニヤしてしまいまして、もう今日そのままねアップしちゃいますけれども、やっぱりなんかこう心にこう染み入るものがあるんですよね。当時なんか韓国バラードと出会ったばかりの頃からこの曲をこう歌ってこう発表できるようになったんだなっていう、ここまで来たんだなっていう感じもあって、まあニヤニヤしてますので、ぜひ YouTube の方も見ていただけたら嬉しいです。概要欄の質問箱からメッセージや質問などぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。